ウィーバー本日はですね、はい、バトル、これが濃い口を切る HBC、 これがコウボーイ一体のバトル術ですよね。もういかに素早くして抜くか。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、どうも、現代忍者、タクです。ちょっと引いて、ボタン。いや、引いてやることが、いちいち、うん、はい、ということで、はい、本日はですね、はい、また稲川先生のベースなんですけれども、そうですね、抜刀術。この前、宮本武蔵演じた坂口拓が五輪の書を紐解くという動画撮りましたよね。撮りました。ここにサムネ貼ってますけれども、やっぱり五輪の書、訳してる人のを読むと訳してる人の気持ちとか分析が入っちゃうからね、うん、だから訳してないものをね、あえて読んで、ある程度武術を理解した人がそっちの方を読んだ方が自分の中の宮本武蔵を理解できるんじゃないかということでやっております。坂口拓の師といえば稲川先生なんで、はい、稲川先生ってもともと剣術家の生まれでもあるわけです。そうなんです。新刀流も。そうです。今日はその辺のところも取り下げさせていただいて、いいですね、稲川先生の抜刀術というものを学びたいなと、うんうん、そういった回でございます。僕は何度もね、もちろん見させてもらいますけど、本当に先生は美しい、うん、そういうのを皆さんにね、見てほしい。はい、ということで、はい、稲川先生、先生、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、もう何とも先生の剣術見せていただいてるんですけれども、はい、先生は剣術家の生まれでもあるということで、はい、神道流。そうです、はい、神の刀って書く神道流ですね、はい、じいちゃんが結構バリバリで、それで親父も、まあ、実は荒谷隆の親父じゃなく、実の父の方がバトルやってましたね。先生でもう何年ぐらい？俺はね、3歳ぐらいの時に初めてその刀を触れるって言われて、はい、家に置いてあった刀は小口がっちり閉まってたんで、はい、開けることはできないんですけど、家紋入りのが置いてあって、で少しこう触らせてもらったり、あとはなんか武術のそういうような動きみたいだったら正座とかそういうのやらされてましたね。抜刀術、あとは居合とかって言います。なんとなく一緒のように見えると結構違くて、抜刀っていうのは、まあ、刀を抜けばもう抜刀って言われてしまうんで、はい、それに特化したのが抜刀術で、居合っていうのは座ってよく見ませんか、座ってこう やる、はい、あれが居合術っていうんですね。坂本龍馬とかああいう幕末の時代のああいう、なんですか、京都のああいうところの切り合いはよくこういうところに刀傷があったっていうのも、あれは座っている時に来るんで、あれは居合術が多かったって、なんか聞いてきた時に、昔は多分太刀って言われてものすごい長いのを振り回してたところから、だんだん刀っていうものになって、腰の刺し方も本当は刃がこう下にして馬に乗ってこう抜くんで、刃がこう下からだんだん切り上げの方が早いんで、刃を上にして対等って言うんですけど、刀をこう伸びるのも変わってきたっていうので、そこに特化していったっていうのが居合抜刀術っていうのが結構多いんですね。だから多分そのたくさんが今紐解いてる五輪の書だと、抜刀っていうよりもガーってただ抜いて構えてからの文章が多分多い。合戦っていう三千対三千とかにどういうふうに勝つかっていうのが、やっぱ宮本武蔵の彼自身が目指した兵法ですよね。抜刀術っていうのは前やったと思うんです。扇子で神道流はやるって、詩吟で踊りの中に隠せって言われたように、アメリカに一度占領されてるので、そういうことをやってはいけないっていう今の時期だったんですけど、そこでそういうような歌とかに隠していろんな方にこう普及しようっていうような感じでやってたみたいです。原本先生はあれですよね、侍剣抜いたらもう鞘に収めることを考えるなと、はい、っていうことで、やっぱり抜刀術っていうのは、うん、抜いた瞬間に一撃必殺じゃないですけど、一撃で相手を倒すっていう意味もあるわけなんです。あります。あとはさばきの技です。そこに俺美しいと思ったんです。あの刀を持ってチャンチャンってせずに本当に切ってくるのの線をくるっとこう返す技が多いんですよ。しかも抜きながら返して相手が切り終わったら五の線で勝てるような戦術が結構多くてですね、普通は相手が切ってきたら同時ぐらいに抜いて切るはずなのに、それを軽く一回避けたりしてカウンター技っていうんですか、はい、それ分かんなかったんですよね、子供の頃。父がそれやってても、何のこっちゃ、普通はこうなんか巻き腹があって、はい、シュッと抜いて切る、そのものを切るんですけど、相手が切りかかる、ついてくるっていうのを、その線を外してさばきながら自分は刀を抜いてちょっと相手に収めるっていうのが、これが抜刀術の
極意というか、美しさが、でこう、まあ、走りっていうんで、鞘もこう引いて、鞘引きっていう動きで腰でこう鞘引いて抜くんですけど、手だけじゃなく、体の全部が同時にこう使われていって、一つの太刀っていうんですけど、俺、一回、ね、手で、ね、抜いたんですけど、なんか挟まっちゃうんですよね。真剣だとかきってこう鞘にこう、それをまあ父に言ったら、まあ、まだ剣舞、剣の神様にお前は寵愛されてないって言われましたけどね。じゃあ先生にちょっと一回持ってもらって、そうですね、いろいろ解説していただきましょう。最新戦闘術を極めたアクション俳優とジークンドーを極めた暗殺者、ワンパーセンター。はい、どうぞ。これで私がいつも練習で使ってるやつですしね、はい、これプラスチックなのよ。プラスチックだとしたら、めちゃくちゃ痛いのこれ。いや、痛いでしょうよ。普通プラスチックの方っておもちゃの方のイメージするじゃん。そうじゃなくてめちゃくちゃ硬くて痛い。だこれ練習でも当てたらめちゃくちゃ痛いけど、珍しくて、はい、刀っていうのも重心がどこにあるかっていうので変わるでしょ、振り方が、うん、実はいい刀ほどちょっとここに重心が、視点が来るやつが一番いいんだけど、これプラスチックなんだけど、すごくこれいいんだよね。すごくこれバランスがいいって、バランスがいいくて。おー、じゃあそれで先生に振っていただきましょう。これですね、これ多分ポリプロピレンっていう材質なんですよね。ぶつけ合っても割れないし、海外だとこういうものが多くて、自分も練習とかはね、こういうの木刀だとやっぱどうしても折れちゃう。折れちゃうんですよ、はい、結構お値段も高いんで、バン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 1日の稽古で3本ぐらい折っちゃうと、あとは湿気あるところでやるとか曲がってきません、木刀って、はいはいはい、なんで自分も最近はこういうポリプロピレンのやつで、あと反りまくってるのってちょっとこう、はい、抜きづらかったり、はい、ちゃんとツバがつくところもすごいいいなっていうところで、刃物もそうですね、ちゃんと意味ある。あ、やっぱりね、刃物ないと、なんていうんですか、どっちに入れてるか分からなくなっちゃうんで、自分なんか直刀の木刀にもちょっとこう削ったりとかして、そうじゃない、チャンバラになっちゃうんですよね、はい、ピーッと当たった時にどっちに刃が当たってるのか分からないんで、はいはい、ちゃんとこの刃が綺麗にまっすぐそこからこう 出てるかどうかっていうところで、大事にこうなってくるんですよね。最初は、ツバをですね、私この親指でやっぱ押さえとくんですよ。そうじゃないとこうこうやった時にこうツーツーと出てきてしまうんで、はい、こうしてこれが濃い口を切るっていう、最初こう、まあ、持ってる時に手でこう死にせずに親指をこう入れて、で押す方もいれば、ここの親指のこの平面で少しくってちょっと押してあげると、濃い口ってここ挟まってる部分がちょっと開くんですよね、はい、これ開きすぎて握るともう相手が振りかかってくるので、何気ない素振りの時に濃い口をもう切っとくと、これがもうこう握るとバレてしまうんで、ふわっと立ってるこの辺りから、それで握るとここ硬くなるんで、小指と親指のここと小指のこの辺でテコを使って軽めに握って脇絞った時に半分ぐらい抜けるんですね。そしたらこの腰を抜くとこの剣が、腰を戻すとこっちにこう来ますので、その時にこう握ってあげるっていうのは、まあ基本というか基本の感じで 1,2,3 でこれをこう線を変えながら抜いて、この線っていうのはここをこう変えながらどっち斜めの方向に行く、あとは後ろの方向にも行くって、こう線を変えながらやっていくっていうのが、まあ基本で、あとはこう背中を通す場合もこう入っていったり、逆に正面からこっちに行って、この突きに変える場合と、あとは正面の平で抜く場合とっていう、こういうのがこういろいろ組み重なって線をずらすって意味はだってことは分かるでしょ、うん、相手が先生の背骨中心に振ってきた時にもういないってことです。対峙している時ですね。そういうこと、はいはい、構えてる状態から、こういった時にはいない。は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 い。いきますよ。はい。はい。止まる。これがこう攻防一体の、
本当に線がずれた瞬間にはもう先生が決めてたね。そうそうそう、あだからもうそのまま五輪中、抜いたら五輪中。はい、ここで地下、はい、もう先生分かるでしょ、鎧着てても脇下、そうなんですよ、脇下狙うんですよね。脇下って先生鎧ないですね。ないんですよ、だからそこを狙いなさいっていう。なんで脇なんだよって思ってました、本当に。子供の頃、はいはいはい、頭じゃんって剣道のイメージなんで、あと脇とかこの鼠径部とかを狙うんですよ。でやっぱり大人になって武術をこうやるようになってから甲冑にないんだっていう、やっぱりこういう武器術というか戦闘術とはやっぱりそういう特殊な穴を狙って戦闘用にできてるんだなっていうのが、はいはいはい、確かにあの脇の下まで鎧があったら動けないですよね。そうそうそう、ロボットになっちゃいます。これ先生あの逆に西洋の甲冑ってどうなってましたか。でも西洋の甲冑はもっとガチガチですね。ですよね、あと首も、はい、首の下も首の下あります。でやっぱりここがないんで、はい、やっぱフェンシングで突き刺すあの細いところを刺し切りなんですね。そう、刺し切り、刺す、うん、日本はやっぱり刀なんで断ち切るっていう方の方がやっぱりこううまくできてますよね。西洋も脇下はないはずよ。そうじゃなかったら腕動かなくなっちゃう。肩まであるんですね、はい、ガチャッガチャッっていう、ここやっぱ狙う。ここだって鎧があったらもう腕上がらないじゃん、うん、確かにあのそれ来てあの西洋バトルやりましたもんね、うん、これはね。ああそうですよね、アーマードバトルでね、はいはいはい、脇下はないはず。先生、はい、今そのパッドを見せていただいたんですけど、はい、居合って、ああはいはい、座ってるやつですね、はいはい、座ってやるやつを全部居合って言うんですか。そうです、そうです。居合のって立ってももちろん居合のってあるんですけど、はいはい、ほぼやっぱ座る技が、座ってうまくこう身体操作で立つんですよ。座って正座とかしてしまったらこうよいしょっていうところを、はい、特殊に座り方があって、この自分のこの足ありますよね、はいはい、かかとありますよね、はい、ここがこのケツの尻の穴とこの尾底骨の間ぐらいに座っておくんですね。で足を前からすると完璧に曲げて、普通にこうあぐらかくところきついんですよ、はい、なので素早く立てるようにこうする。あと伸ばす方もいらっしゃいますね、流派によって。もしかしてクッションって。そうです、クッションです。こう立つために一番立つ時に早いんで、特殊な座り方をこう、あ、じゃあもう座っていながらも敵に襲われるかもしれないっていうのを想定して、そういったクッションでこう勢いで立てるようにしているのが技ですね。はいはいはい、こうしてこれもこうすると楽なんですけど、はい、まあこっからまあ拳2つ分ぐらい離せって言われるんですよね。例えば目上の方といるときにこうやってるとやっぱ貴様なんていうんですか、もう殺し合いかってなるでしょはい、はい、このように刀置いてる一個一個やってるときに、そうそうそう、ね、なんでちょっと話すんで、もっと上の方とお話とかするときはこっちなんで、それをこういかに取るかの練習を父はやってましたね。あの抜き差しよりもこれを いかに素早くして抜くかっていうような、かっこいいね、かっこよかったですね。座るときにも必ず抜いて、置いて、まあ、そしたままこれで大体この刀をいかに体の柔らかさにすね切って立てるかっていう、はい、素人的には素早く立つためにクッションを仕掛けてるっていうのが仕掛けてちょっと面白いですね。 で今先生みたいに抜きながら今すねスパンと来たでしょ、うん、離れてたら取った瞬間に一回背向けてるんだけど、来た瞬間に今切ったみたいな、うん、そう少しこう線もちょっと外して、だから居合じゃなくて居合術だよね、もはやね。なるほどね、そうそう、うん、技になって技だよね。深いし美しいですよね。ね、うん、そうそう、だから居合の時でやっぱ短い刀がいいよとか、つばがこうまいいよとかはよく教えてもらったりとか、はい、あの入れるのとかのここがこうのがいいとか、うん、置き方もまあ、っすぐ置く場合と少しこうする場合とちょっと見えない感じの方がこうスーッとこう持ってきやすいじゃないですか。そういうのなんかこう裏技というんですかね、そういうのも結構だからすごい奥深い、だから俺はこれをちょっとこう
改造して自衛隊 の, その海外に行かれる方とかの指導にこの立ち方とかをちょっと抜刀術を改造させてもらって、こういうのありますよ、いいですよっていうので普及というか、やっぱりああ立ちやすいですねって言ってくれるんだと、ジムここあったら置けないんで、はい、ジムもやっぱりこう置くじゃないですか、はいはい、その時にこの抜刀と同じようにその重火器も取りやすくすると立ちやすいですよとか、そういうのでこう現代流の戦闘術にもこういう古い技を研究して作って、今でもまだ研究してて抜刀はまだまだこう深いんで、これは稲川流抜刀術になるのか、それとも新刀流抜刀術、いやこれはもう新刀流とか、まあ、いろんな方があ同じ技やれようっていうのとか、で俺の場合は何ですか、背骨をこうくっつけるのが結構こう自分は得意なんですね、水泳をやってた、この丸まってる背骨がこう丸まってるところから一個ずつこう立てる、まあ僕で立てウェーブって言うんですね、はいはい、結構得意なんで、どういうそうイメージ的な、はい、それを新刀流とかいろんなところの抜刀術に入れさせてます、うん、この肩甲骨の、そうするとこの抜刀の時に肩甲骨がまず前に、そして前に行くんで、でこういうのちょっと入れさせてもらって、はい、昔のものを研究して今のまあゼロレンジ流にちょっとこう改造をしているっていう。次回はね、この抜刀から次のステップといったら何になるんですかね。立ち合いになるわけですか、はい、じゃあちょっと次回また稲川先生に立ち合いの術というものを、はいはい、立ち合いはあのお相撲でも立ち合いって言うじゃないですか、はい、お互い立ち合うところの剣術に行くのか柔術に行く、柔法に行くのか手裏剣術に行くのか逃げに行くのかって、そこから多分立ち合いからどうしよう、さあどうしようってなるとか面白いですね、はい、立ってから本当にこう手裏剣がいけるのかどうか、はいはい、試してみたりとか、やっぱりダメだったとか、こう安定して投げるとか安定して切るのもやっぱりでもできるんですけど、それもギリギリのこう座ってどうしようも動かないところからもうこのここを実は浮かしてるんですね、はい、だからもうここぐらいでこう切ってでもう立ったら攻撃の手段を、そう手段をこうまでバーッと戦略、それを武蔵はなんかもっと大きく書いてますよね、うん、そういうところがなんかあるから面白いですね。じゃあ次回どんどん多岐にわたる攻撃の一つを紐解いて紹介していただきましょう。はい、いや美しかったです、はい、ありがとうございました。このチャンネルがね、あそうですね、また抜刀術のその先多岐にわたる攻撃を見たいという方は、はい、登録よろしくお願いします。ベルマークボタンも忘れずに押して、はい、皆様のところに通知が行きます、新しい動画が出た瞬間に通知行きますんで、はい、ベルマーク押してください、はい、そろそろね、チャンネル登録も、はい、50万組んで、はい、登録して、はい、イベントの方も、はい、やりたいですから、はい、ぜひやりましょう、はい、突破イベント、はい、ないので、はい、登録よろしくお願いします。はい、先生商品のとかまたあれですか、あ、また作っていただけるんですか。はい、8月あたりにちょっと休み取れると思うんで、また作っていただける、はい、手作りとかなんかいろいろやりたいと思います。視聴者さんにまた報告しますんで、はい、よろしくお願いします。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。坂口か坂口か坂口か